ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？はい、ふなっぴーも元気ですよ。ティーアットホームって言った具合でやってきますね。今回はね、はい、アロハおえーっていう感じでね、はい、マクドナルドさんでまたまたね、ハワイのやつがやってきましたね。はい、その新しい商品をね、紹介したいと思います。まあね、チーズロコモコですね、ガーリックシュリンプ、ハワイアンスパイシーバーベキューとハワイアンパンケーキでございます。その中の3つ気になるものがあったんで買ってまいりました。はい、こちらですね。はい、シュリンプですね。はい、あ、これね、ハワイ州観光局公認って書いてあります。はい、ハワイでもね、公認されてるんですね。だからすごいハワイ感半端ないですね。ガーリックシュリンプ、はい、可愛い感じのね、パッケージですね。はい、こういった感じです。はい、こんな感じ、袋がね、可愛い感じですね。本当にこんな、はい、こうやってなっております。はい、じゃあちょっとこちら開けてみましょう。よいしょ。あ、こんな感じですね。あ、チーズのね、感じがね、かわいいですね。いいですね。はい、じゃあちょっと見ていただきましょうね。レタスもね、結構シャッキシャキな感じですね。はい、こんな感じです。はい、上からドーン、ガーリックシュリンプ。はい、あ、重たい重たい。ザクザクとした衣とプリプリっとしたね、エビのこちらですね。はい、感触が特徴のエビカツにサクサクっとしたね、ガーリック、フライドガーリックですね、これね、フライドガーリックの食感が楽しいね、特製ソースと合わせ、粉チーズをトッピングした、はい、香ばしいバンズですね、こちらですね。はい、バンズで挟んだガーリックシュリンプでございます。はい、こんな感じ。ロースト感あるエビのね、旨味とガーリックのね、さっきのこの風味と、はい、食感が効いたスパイシーなソースがハワイのね、代表的なガーリックシュリンプと思わせる、やみつきになる美味しさだと申しております。はいはい、じゃあ次ですね。はい、ハワイアンスパイシーバーベキューでございます。こちらもね、ちょっとオレンジがかったね、本当にスパイシーって感じのパッケージですね。はい、こんな感じです。後ろがね、こんな感じで取り出しやすくなっておりますね。こんな感じですね。はいね、じゃあちょっと開けてまいりましょう。おお、ジャンキーですね。野菜がね、全然入ってないジャンキーさが素晴らしい。はい、こんな感じですね。はい、あ、手にね、ついちゃった、手についちゃった。はい、こんな感じです。はいね、これね、これでお肉がね、お肉がこう見えるかな、お肉がね、座ってちゃいけないんだな、お肉がね、こうですね。はい、つなぎの入ってないね、ジューシーな肉厚のビーフパティがあるんですよ。こんな感じ。はい、そしてね、外はカリッとね、中はホクホクのポテトパティをね、粉チーズをね、トッピングしたこの香ばしいバンズで挟んだハワイアンスパイシーバーベキューになっております。はい、スパイシーなね、ハラペーニョですね、これね、ハラペーニョ、こちらですね、ハラペーニョね、がね、チーズソースにね、絡んであるんですね。はい、ビーフやね、チキンの旨味を10種類以上のスパイスを効かせた、はい、フルーティーに仕上げた特製のバーベキューソースを和えましたっていうことでね、はい、こちらもね、ハワイ気分を味わえる食べ応え抜群の一品ですっていうことですね。ジャンキーですね、なかなかね。はいはい、次ですね。はい、これがね、一番ちょっと今回ね、
楽しみだったやつですよ。ハワイアンパンケーキでございます。はい、付属のねこういったものが入ってますね。はい、こちらですね。じゃあちょっと開けてみましょう。まずはこんな感じ、入れ物がこんな感じです。ケースが、はい、開けてまいりましょう。まあかわいい、マックのマークがありますね。マクドナルドさんのねマークがありますね。ちょっと手で取れるかな。あ、ふわふわ、さすがパンケーキ、ふわふわ、こんな感じです。はいね、これね、このパンケーキがメープル風シロップのね入ってるパンケーキになっております。はい、でこのクラッシュした香ばしいマカデミアナッツ入りの風味豊かな、はい、とろーりキャラメルクリームをかけていただくそうですよ。はい、どちらもちょっと楽しみですね。こちらですね、ガーリックシュリンプ420円、はい、468カロリーですね。でこちらのジャンキーなやつですね、はい、420円、602カロリーとなっております。でこちらハワイアンパンケーキですね、はい、290円で400カロリーとなっております。はい、じゃあこちらをね試食したいと思いますよ。それからねもう一品あるんですね。はい、ブルーハワイですね。これね、マックフィズブルーハワイね、もう見た目もね涼しい感じですね。はい、こういったものをね買ってきました。清涼感と、これリンゴのね果汁がね 10% ほど入ってるそうですよ。酸味のある味わいがね特徴のこの淡い水色のねグラデーションが見た目も爽やかな炭酸ドリンクです。はい、こちらね250円で250カロリーとなっております。はい、じゃあこちらをね実食レポしたいと思います。はい、じゃあまずはねブルーハワイをねいただきましょうかね。はい、本当に涼しげな感じですね。はい、どんななんだろうね、炭酸だから結構いい感じなんですかね。いい感じなのかな。はい、ではいただいてまいります。あー、ブルーハワイだわ。甘いですねこれ。あ、なんかお祭りで飲むようなブルーハワイですね。ちょっとね酸味、うん、リンゴの果汁の 10% の酸味がちょっとだけ感じるかな。でも爽やか、このシュワシュワがまたいいですね。飲みやすいですね、甘いし、うん、色もね本当に涼しげでいいですよね。夏だなっていう感じですよね。はい、だけどねこれをねカクテルにしちゃいたいと思います。だってフナピーだもんね、これだけじゃ収まらないというやつでございますよ。はい、カクテルを作りたいと思いますよ。はい、今回ね、はい、ジンで割ってみたいと思います。はい、じゃあスタッフさんにお願いしましょうかね。はい、お願いします。今回はねあのカクテルって言ってもあのステアするだけなんでね、まあどうでしょうね。ほうほうほう、音もいいですね、このカラカラカラっていう音がね。はい、あ、いいですね。流氷みたい、氷がね流氷みたいな。はい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 、できましたね、できました。ステアしていただいて、はいはい、いいですよ。はいはい、でちょっとねおしゃれにミントなんか入れたりなんかして、はい、シュパッとね炭酸ちょっと足しますよ。おほほほほほ、何もかも音がいいですね。はい、夏の音ですよね、こういう氷の音とかね、シュワシュワシュワっていう音もねいいですね。はいはいはい、はい、早く乾杯したい。はい、できました。じゃあ乾杯しましょう。
はい、ありがとうございます。じゃあ乾杯しましょう。はい、乾杯。ピース。あ、大人の味になりました。はい、よくお店でね飲むようなね、ブルーハワイ。うん、よきよきですね。氷もねいい感じですね。はい、じゃあまずはねガーリックシュリンプからいってみますかね。はい、こちらになっております。半分に切りましたね。はい、こちらですね。おお、結構バンズもね大きいですね。ふかふかですね。こんな感じになっております。はいね、はい、じゃあこちらをねいただいてまいりましょう。あ、ちょっと中もね、ちょっともう一回中、そうそうそう、中もう一回ちょっと見ていただこうかしら。はい、こんな感じ。はい、今ポロって落ちましたね。はい、気にしない気にしない。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこちらいただいてまいります。はい、いただきます。うわ、テロテロな感じ、上のねソースがね。はい、うん、最初に味わった時このバンズのね粉チーズ、これがすごく香ばしいですね。今もこの香ばしさがね、あ、バンズの香ばしさが残っております。そこへ持ってきてね、エビのこのプリプリ感、大きいのがここに見えておりますのでね、もう一度エビの食感を味わってみたいと思います。エビがね丸々入っててね、食感がいいですね。プリプリしてて、そこへ持ってきてね、この特製ソースがすごい、ニンニクですね。ニンニク感半端ないですね。あのニンニクのね辛みがね、またマッチしてるんですね。このエビのね衣とねマッチしてるんですよ。塩気がちょっと強いのかな、塩気が強いのとニンニクが強いのと、それでガーリックシュリンプになってるんですね。ちょっとねハワイに行った気分、まあ行ったことないんですけどね、なんかハワイに行った気分になりますね。ハワイってこんな感じでいただけるんですね、きっとね。うん、プリプリ、エビのね旨味が最後にこの出てきますね。あの魚介系のね旨味がね、このエビいいですわ。そしてね辛みの効いたねニンニク、はい、ソースいいですね。特製ソースがね、うん、でこのちょっとね柔らいだ感じのソース、うん、中に何だろうね、レモンのような、レモンソースのような感じ、あの酸味のちょっと効いたね味があるんですね。それがねまたね柔らいでいいと思います。はい、結構これいけますね。スパイシーです、本当にニンニクのスパイシーですね。はい、そういった感じでね、はい、いただいてまいりましたね。あとはちょっとゆっくりいただきたいと思います。はい、次はねハワイアンスパイシーバーベキューでございます。はい、うわすごい、ハラペーニョがすごいなんか独特しいですね、こちらね。はい、こんな感じですね。はい、結構これハラペーニョですよね。はい、こんな感じに半分に割ってみましょうね。はい、半分お見せしましょう。こんな感じ。いやー、全部茶色です。はい、美味しいに決まってるじゃないですか、この茶色は。はい、でバンズはね、さっき食べたねバンズと同じですね。これね、あの粉チーズがかかってて、あのついてるやつですね。はい、食感が良くて良かったですね。でもちょっと待ってください、さっきのねあのガーリック感がね半端なかったんですよ。はい、あのガーリックシュリンプですね。ちょっと一回ちょっと飲ませてください。ではいただきます。うわ、辛いのかな、スパイシーって言ってるぐらいだからちょっと期待しちゃうな。じゃあこのちょっとオレンジの独特しいところをいただいてみましょう。このねやっぱりねバンズのね粉チーズの香ばしさもありますけれども、この上に乗ってるねバンズの下ですね、これはポテトですね。ポテトがね周りがねサクサクでね、中がほっくりしてますね。ほっくりほっくり。はい、そしてねこの肉肉しいお肉でございます。つなぎが入ってないからね、結構ちょっと
パサつくかなと思いましたけれども、この特製ソースがねよく絡んで、でもねバーベキューソースの味は感じますけれども、ハラペーニョはねそんなこう期待するほど辛くないですね。ちょっとこれでちょっとハラペーニョだけ、ちょっと酸味が効いてるけど、ちょっとマヨネーズを足してあの辛くしたようなって感じですね。そんなに辛くないです。辛いのが大丈夫なお子さんが食べられるぐらいの辛さですね。そしてこの肉肉しいね、そしてねチーズのコクがありますね。こってりまったりスパイシーっていった感じですね。野菜がないから結構がっつりきますね。これは男子はいい感じでね、好きなやつじゃないですか。歯ごたえも抜群です。結構ねガツッとくる感じですね。はい、お腹にねたまる感じのハワイアンスパイシーバーベキューでございます。まったりな感じのスパイシーですね。次行ってまいりましょう。はい、じゃあ次はね待ちに待ったハワイアンパンケーキでございます。イエーイっていった感じですね。いや、その前にねさっき食べたねハワイアンスパイシーバーベキューですね。あちらね最初ね辛くない辛くないって言ってましたけれども、食べ進めてるうちにあのスパイシーな感じがね口いっぱいに広がってね、あの辛みがね今ね戻ってまいりましたっていうことで、もう一杯いただきます。今回ねハワイのやつはね結構スパイシーでこうガッツリくるやつが多いですね。さあ、じゃあ気持ちを切り替えていきますかね。はい、こんな感じですね。はい、あっち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 っていった感じでね、はい、こんな感じです。割ってみたらこんな感じ。はい、中にねメープルシロップが入ってるの分かりますよね。ちょっと茶色くなってるのがそうでしょうかね。はい、マックグリルドのねあのパンケーキですかね、こちらね、ふかふかでございます。では元に戻して、あの写真のようにかけてみたいと思います。こんな感じでね、よくあの給食なんかに出ますよねこういうのね、割ってちょっと出すやつですね。こんな感じのものをかけてまいります。結構大きいですね。うまくできますでしょうか。あ、緊張してきた。これふかふかなの、これ結構、おう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 、はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じにできましたね。なかなか美味しそうでしょ。あの M ってやったんだけど分かります？ M って一応マクドナルドさんの M っていうのをねちょっと施してみました。はい、ではいただきます。ふかふかでね、このマカデミアンナッツがねちらほらと見えます。はい、ちらほらと見えます。ザクザクっていう感じじゃないですね。はい、じゃ切ってまいりましょう。お、柔らかい、柔らかいです。はい、じゃいただきます。なんでちっちゃいのこういうのに、ね、なっちゃったんでしょうね。はい、このねホイップクラッシュですね、クラッシュされたねマカデミアンナッツがね小さいながらもねちゃんと仕事をしてますね。粒のね一粒一粒がね食感があって香ばしいです。でもそれにしても甘い、これは甘い。キャラメルが結構強いですね。口の中にキャラメルの味がね相当残る感じです。鼻から抜ける感じもキャラメルの香りが抜ける感じですね。ふわっとしててしっとりしててね香ばしいって言った感じですね。もうこれは甘党さんにはもうたまらない一品ですね。パンケーキがねふわふわでもっちりしてますね。で味が染みてるから
またね、甘さをね、引き立ててるんですね。でも、甘いだけじゃないんですね。食べていくと、ちょっとね、塩っぽい感じも感じます。ちょっと、しょっぱい感じもします。最後にね。しっかり香ばしいですね。キャラメル強い。このソースをパンに塗って食べたい。絶対美味しいやつですよね。甘いものが大好きな人は、本当にこれ、おすすめです。美味しいです。そんなに甘す、もう甘くて食べられないってことじゃないですね。はい。ウナピーでもしっかり美味しくいただけます。これ、もう一回食べてみたいかな。8月の中旬まででしたっけ？やってますんでね。気になる方はね、ぜひいただいてみてはいかがでしょうか？といった具合で、今日はね、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。